はい、えー、今回は経済学者はどのように考えて問題を分析するかを学ぶことで経済分析のやり方を学びま,すまずは経済学者がどのように問題に取り組むか見ていきましょう経済学者は自分たちが研究する諸問題がたとえ政治的に与えられた問題であっても 科学的な客観性を持って取り組もうと努力しますここで注目してほしいのは単に客観性を持って取り組むのではなく科学的な客観性を持って取り組むという点ですつまり無条件の普遍的な客観性ではなく科学的なという条件付きの客観性です では科学的な客観性とは何でしょうか例として皆さんがそらく科学,として科学として認めるであろう数学を見てみましょう数学ではまず言葉の定義を行い公理を設定します公理とは無条件に受け入れる過程や前提のことですそこから、 演役を繰り返し、定理や命題を導出しながら数学の理論を構築していきます。例えば、解析学ならば、実数の連続性や四則演算の法則などいくつかの考慮を前提として、壮大な解析学が構築されますし、 そこに複素数を小売に加えれば、複素解析学の理論が構築されます。今度は物理学を見てみましょう。皆さんが高校で学んだニュートン力学では、物質の運動は三つの運動法則に従うと仮定されています。この三つの運動法則は、ニュートンさんが 考えた過程ですこの過程を用いるとあらゆる物体の運動の軌跡が導出できるわけです。ところが非常に質量が大きくかつ高速に移動する天体の運動ではニュートン力学では説明できない誤差が観測され今ではニュートン力学に代わりアインシュタインさんが仮定した法則から 導かれた相対性理論が正しいと習うわけです。しかし、その相対性理論も、電子などの非常に小さい世界では役に立ちません。原子のサイズよりも小さな世界では、別の物理学者たちが考案した不思議な仮定に基づいた量子力学が使われます。 以上の例で共通する点をまとめてみましょう数学や物理学の理論体系を構築するために用意された過程や前提は分析者自身が設定したものでしたつまりそこには分析者の主観が含まれるということですニュートン力学ではニュートンさんが正しいと思った運動法則が仮定されていて 相対性理論では、アインシュタインさんが正しいと思う仮定が設けられています。量子力学では、また別の物理学者が正しいと思った仮定が使われているのです。しかし、ひとたび仮定や前提が設けられたら、数学も物理も、あとは数式の変形によって客観的に結論を導出します。 つまり科学的な客観性とは仮定や前提には分析者の主観が入るのですが結論を導出するプロセスでは主観を介在させないということですつまり説明の論理的正しさを目指しているのですこれが、 経済学が目指す科学的な客観性ですではいよいよ経済モデルがどのように構築され経済学者がどのように経済分析を行うのか見ていきましょう経済モデルは現実世界を抽象化することによって作られます ちょうど物理で物体の運動を計算するとき、空気抵抗はゼロと仮定しますというのと同じように経済学では世の中には生産者と消費者が一人ずつ存在しますというように説明したい問題の本質のみを抽出して仮想的な世界を構築します。これが経済モデルです。 このような抽象化のための過程や前提は分析者が決めることなので当然分析者の主観が入りますしかしひとたび経済モデルが構築されたらあとのすべての分析は客観性をもって行われなければなりません経済モデルが出来上がったらそのモデルに 外製変数と呼ばれるインプットを与えます。そうするとモデルから内性変数と呼ばれるアウトプットが出てきます。インプットの外性変数を変化させるとアウトプットの内性変数が変化します。 このように、外星変数を変化させ、アウトプットの内星変数を観察することで経済分析が行われるのです。経済分析は外星変数と内星変数を用いて行われるので、外星変数と内星変数についてのしっかりとした理解が欠かせません。 ここでもう少し外成変数と内成変数について掘り下げましょう。まず外成変数はモデルの外から与えられるものなので外成変数の値はモデルの外で決まります。一方内成変数はモデルの中でその値が決まるものです。 それでは経済のお話ではありませんが細菌の培養実験を例に外生変数と内生変数を見てみましょう細菌の増殖数は何らかの数式で表されるはずですこの数式がモデルに相当しますつまりモデルから決まるのは細菌の数です したがって内成変数は最近の数ということになります一方最近の培養スピードは当然実験室の気温に依存するでしょう気温は実験をしている人がモデルの外で決めることですねシャーレ内の 培養液やモデルとは独立にエアコンの温度を調節してモデルの外から人間が与えるものです。したがって気温が外星変数になります。今度は経済モデルを例に外星変数と内星変数を見てみましょう。 今、日本の GDP をを決定すす。る経済モデルを作ったとしますこのモデルから決まってくるのは GDP ですから内政変数は日本の GDP になりますね。日本の GDP は当然日本を取り巻く世界情勢から影響を受けます。例えば、 中東で原油価格が上昇したら日本の景気も影響を受けて GDP も変化するでしょう。つまりこの場合原油価格が外生変数になります。外生変数である原油価格が変化した時内生変数である GDP がどう変化するか。 経済分析できますねこれが経済分析の方法ですでは経済分析のやり方をまとめましょう経済分析ではある条件が与えられたら説明したい事象がどう決まるかを見ます この条件というのは外生変数によって与えられるモデルの環境を表しますそして説明したい事象は内生変数で表現されますそれではここで今回学んだことをまとめましょう まず経済学では取り組む問題がたとえ政治的な問題であったとしても科学学的な客観性ををって取り組むとということを学びました。その科学的な客観性とはひとたび過程を設定したらその後は結論を導出するプロセスで主観を介在させないということです。 そして経済モデルは分析者が決めた過程や前提をもとに現実世界を抽象化することで構築されますしたがって過程や前提には分析者の主観が入るということを学びました最後に外生変数と内生変数について学びました 外星変数は、モデルの環境を表す変数で、この環境が変化したとき、内星変数がどのように変化するかを見ることで、経済分析が行われることを学びました。次回はいよいよ、ミクロ経済学のモデルを使って、モデルビルディングから経済分析まで、一連の経済分析手順を実際に体験してもらいます。 お楽しみに。